の海鮮レストランはこちら。1日40トンのシラスを収穫する大阪シラス漁に密着。旬のシラスの収穫から最高の食べ方メニューをご紹介。お魚くん、みんな漁。皆さん、おはようございます。お魚くんだよ。今日は朝の3時からシラス漁に密着。これが本日お世話になる船です。これ海に落ちたら勝手に浮き輪が使うんだよ。よいしょ。今日よろしくお願いします。始めます。船の極みですね。水をまいてます。だいたい1日どれぐらい上がるんですか？多い時でだいたい2トンとか。2トン。今がシーズン中のシーズン。あ、シーズンなんですね。シラス漁はだいたい朝の3時半から始まるみたいです。いらっしゃい。今日の丸も出港の準備ができたみたいです。もう出ていきます。了解です。これが地図。 GPS。 GPS ですか？グラフィンみたいな。網を引き上げる船に乗り換えていきます。お知らせか、分かるんですね。やっぱりなんとレーダーにもたくさんのお知らせの反応が。船の周りの船とも連携をします。パンパン入ったら、うん、このカゴで30カゴ。パンパンで30カゴぐらい。船で仕掛けた網をこちらの船で引き上げていきます。網は2層になっていて、まずは粗めの網を収穫。粗めなので大きめのシラスが取れます。こちらの黒い袋は網目が細かく小さく美味しいと言われる A 級のシラスが取れます。海の塩味とシラスの甘みが止まりません。
漁師さん。